台北古事館地図台北古事館は、台北市中山区に立つ洋館の一さだ戸籍、美術館、台北物語館や、過去の呼び名である、丸山別荘、さらにかつての所有者の名前を冠して、茶商沈潮春丸山別荘とも表記される。創建は日本による、台湾統治の時代の1914年。大稲の茶商で、公会の理事長や、 稲子信用組合の理事長でもあった、陳朝春の別荘として、また商売上の付き合いのある人々との社交上を、兼ねて、おそらく、日本人建築家の設計により1913年着工で建設された。1923年に陳朝春は死去するが、世界恐慌の影響もあり点は、倒産、別荘は人手に渡ることになる。 いつ頃人手に渡ったかについてはの資料によれば、正確な時期は、明記されていないものの世界強行中のこととし、応募の手に渡ったとしている。別の年表によれば、少なくとも1936年には、金銀行の所有となったこと、及びそれまでは、陳一族の所有であったとされる。1939年に、第二次世界大戦が始まると、 日本の憲兵隊により挑発された戦後は1950年の国有化、1954年の帰国書による買い取りなどのイベントがあるとともに、南側に二棟ほど増築が行われた。1975年には、無重となり荒廃することとなった。1979年には、台北政府が暫定的に管理することになり、1982年に、 建物を中心とした公園都市、1987年からは美術館として使用することが決定。1990年に修復計画が策定され、1998年10月14日、広告で丸山別、総として一さだ戸籍に登録された。修復は2002年にリシュゲルアカルにより開始され、2003年4月19日に、 台北古時間としてオープンした。修復には台北市文化局により2500万台湾元が当てられた。2015年5月から若く木製文教基金会が運営を引き継いでいる。入り口の柱かつては花園や馬場が付属した広大な土地を有していたが、現在は敷地すべて含めても450坪ほどに収まっている。外見のデザインは イギリス風のハーフティンバー様式。新古典主義、またはチューダー様式と分類される。台湾においてはチューダー様式の洋館は他に存在しない。1階部分がレンガ造りで2階部分は木造。屋根は銅板武器という構成。外観の植物をモチーフとした装飾は特徴の一つとされる。入り口に立つ4本の柱はギリシャのイオニア式を採用している。 内部は地上2階の各階3部屋とそれらをつなぐ、廊下、階段室からなり、さらに屋根裏部屋を持つ。また、1階には中列をガラス張りにした土産物屋も付属している。内装は1階が中国風で、2階は王子は畳敷きであったというが、この畳は維持されていない。1階ロビー及び2階にも暖炉が設置されている。 台北の伝統文化を対象とする展示が各部屋で行われ企画展と常設の台北小事館自体の歴史が展示される。付属施設としてカフェレストランの小事茶房と土産物屋の生活商芸房がある。住所表記は台北市中山区中山北路3段181の1港キールンガー沿いに立地する MRT の丸山駅より徒歩で10分ほど。 近隣施設として、台北市立美術館が挙げられる。他には、孔子病、大流保安宮、延山公園、夜市林寄る位置もある。市立美術館を右手に北上した位置なのだが、台北古事館は道路レベルより若干低い位置に立っているため、気づかずに素通りしてしまうケースがしばしばある。存在は知られながらも正式名称を把握している、人が少なく、 美術館のそばの子や、洋食や、ケーキや扱いされたりするケースもあるという、ありがとうございます。